はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。久しぶりに今回はマインクラフトをやっていこうと思います。あ、デブネコクラフトは今日はやりませんということで今回はですね、久しぶりにホラー配布マップ黄昏の館というゲームをやっていこうと思います。なんかすごい怖いらしいので楽しみですね。やっていきましょう。待って、これなんでタイトル画面戻ってんの。あれ、ワールドで遊ぶ、あれ、なにこれ、あれ、来た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 、やっと来た。さあ、始まらないというホラーかと思いました。説明を読んでね。どこに説明があるんだ一体。なんか鍵あるよ。やった、部屋の鍵。なるほど。え、どうやって開けるんだよこれ。開け方がわか開け方がわからない。なんだこれ、積んでる。お、鍵が開いた。やったー、バージョンが違ったようです。ありがとうございます2回目のもうこの部屋から出れないっていう恐怖かと思いました。ということで、お、なんだ、え、怖すぎ。君の名は感あるね、ちょっと。とりあえずこっちに行けばいいのかな。いい感じですね。落ちるぞこれ。え、ちょ、読み込みが遅くてねえねえねえ、落ちるよ。え、これ、え、これでいいの、落ちていいの。あ、落ちれないわ。落ちれないようになってる。こっちじゃないのか。立ち入り禁止って書いてある。ここか。あー、ちょっと出てくる。あー、よしよし、絶対ここだ。立ち入り禁止のとこに行くゲームでしょ。わかるわかる。なんだ、絶対に入るな。オッケー、入ります。えーい、こんにちは絶対に入るなというところに入る男。ホラーゲームらしいんでね、皆さん、BGM 怖っ、気をつけましょう。なんだ、うっ、おかしい、よ、よ、なんだ、変だ。おお、かっこいい、黄昏の館。え、着いたの、ここ。何も入ってない。え、ベッド分厚いよね、明らかに。え、なんだ、ちょっと怖いんだけど、何の声。え、マインクラフトっぽくない。あ、また鍵がある。食料庫の鍵、何、ガラスが割れた。え、すごい、マインクラフトでこんなことできるんだ。これは相当怖い、マインクラフトホラーゲー。え、え、そんな、何かが歩いたってこと。え、あ、いちごジャム、いちごジャムかい。足にいちごジャムくっつけた人がいたのかな。こっち外ですね。んーと、寝室、あ、いた、お邪魔します。誰かいますか。うわっ、なに、何の音。え、なんか今動いた、気のせい。面白いなこれ。寝室 A、 絶対何かが、あ、なんかある。飛んで火にいる夏の虫、何ね、どういうこと、どういうこと。え、読むことはできないのかなこれ。ちょ、読めないですね多分。緑のベッドいいな。へえ、怖っ。食品庫を探せばいいんだよね、とりあえず僕は。こっちかな、ここは。あ、いた。なんだこれ、会議室的な感じか。あ、なんか今豚の声が聞こえたぞ。なんだ、関係ないか。あ、食品庫ここだった。お邪魔しまーす。なんかあんのかな。生首とか入ってないよね、絶対だよ。生首を食品庫に入れるっていうことはなかったか。え、ここ何なの何この高台、イエーイみたいな。何のために食品庫の鍵があったんだろう。とりあえずこっちか。なんか豚の声がね、どっからか聞こえるんだよね。ミンチ加工機、え、どういうこと、どういうこと。豚をミンチにしろってこと。嘘でしょ、何そのバイオハザードみたいバイオハザードみたいな、サイコブレイクみたいなこと言うの。ここは開かない。2階上がってみますか。2階もあるってすごいよね。何の音、何、うわっ、え、突然の死。え、びっくりした、なんだよ。え、なんで死んだ俺。え、わかんな、
ちょっと待ってよ、ちょっと待って。いや、怖っ、あんなことできるんだ、マインクラフトで。このセリフ2回目。なんだ、今の。なんで俺死んだんだ。いや、死に方が謎すぎて怖い。あと、豚の声が聞こえる。あ、豚いるわ、そこに。おい、お前、ミンチになるべきだぞ、お前は。多分、お前がミンチになるべきだ。ミンチ加工機があるということは、ミンチになるってことでしょう。あいつが。ちょっとかわいそうだけど。ここは開かない。絵が怖いですね、なんか。ここは開かない。開かない。怖いな。あとさっきなんで死んだんだろう。あー、見落としてたー。ここにあった応接間の鍵。みんなごめん。ミッケが苦手なんだ、僕は。ただのミッケ苦手男だから。ごめんね。さあ、応接間、開けに行くぞ。で、謎の死をさっき遂げたから、2階かな。ちょ、気をつけていこう。ここは違うのかな。ここ違うっぽいね。じゃあ、うわぁ、ここか。開くんだ。なんだこれ。ストリートファイターみたいなポスターあるけど。ここでも何か鍵がある。あ、外出られる。あ、わけじゃないんだ。外出てどっか行くのかと思ったけど。あ、なんだこれ。あ、なんか取った。なんか取っ、ん？取っ、カブトムシゲット。なにこの顔、こんな変わったっけ、さっき。ちょっと待って、カブトムシゲットした、みんな。何に使うんだろう。カブトムシをここにやるみたいな、関係ない。なにこの顔。怖っ、こんなんあったっけ、さっき。ちょっと待って、ちょっと待って。これね、マインクラフトの域を超えてるレベルに怖い。そしてカブトムシを豚に使うワンチャンあり。ワンチャンなかったわ。この目もさ、飛んで火にいる夏の虫ってさ、ヒントだった可能性あるよね。ということは、ここなんかあるんだよね。で、火に入る夏の虫、ここにカブトムシを。はい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 、物置の鍵、何かが落ちてきた。もう落ちてきたってより奪い取った感あるけどね。そして何かの鍵。じゃない、何かじゃない、物置。物置また2階かな。とりあえず行きましょう。ここは違う。ここはあ、いた。おい、豚、元気か。ピーク、もうそのまますぎたな。物置にいるってちょっとかわいそう。物扱いされてるけど、どうしたらいいんだろう。豚なんか連れていく可能性ある、これ。もしかして関係ないもんね。なんもない。どうしたらいいんだろう。豚連れていくか。よいしょ。俺これ何やってんだろう。豚がなんか重要な、あ、豚をまさかミンチにするって本当にそれ。嘘でしょ。生きたままってことかな。だからミンチ製造機まで連れてくってこと。ちょっとそんなことできないとか言いつつ押し続ける俺。ちょっと待って、でも俺このゲームクリアしたいからさ、協力してくれよ、豚ちゃん。待って、この BGM。 中来た。なにこいつ、なに、ちょっと待って。あ、待って、あ、いや、お前かよ。さっきあいつに捕まったのか。怖。ちょっと待って。あー、豚このままだ。よかった、また来んのかな、早いうちに。あいつか。あいつから逃げることできんのかな。とりあえず連れていきますか。さあ、みんな連れてきたぞ。ちょっとかわいそうな気もするけど、まあこれはゲームだから。しかもクリアするために俺は手段を選ばない。ごめんね、豚ちゃん、ありがとう。そしてさよなら。どうなる、どうなる。生の豚肉。ちょっとこれ持ったままって、おい、呪われるだろ絶対。ブレーカー室の鍵、ちょっと血がねえ。いやいや、生肉。絶対に、あいつの犠牲は無駄にしねえ、俺は。ブレーカー室どこだろう？ここかな？違う。2階か、また。この生肉を持ったまま、家に帰って、鉄板で焼いてやるから。美味しくしてやるから。待って。待って、どっから来てる？音がする。奴の来てる音がする。来てる。待て。やばい。柵越えれねえ。ちょっと待って。やだ。
消えた？あ、消えた。おお、一定時間経つと消えるのかな。ブレーカー室どこだ。地下にもね、一つ部屋があったんですよね。そこの可能性あるな。でも地下は絶対にやばい。ちょっと待って、ですよね、これか。うわ、絶対来るぞ。みんな気をつけろ。はい、扉が開く音がした。やったやったやった。ちょ真っ暗真っ暗真っ暗、何も見えない。扉ってまさかここ。どこの扉だよ。玄関だろ普通。ここ開いてる。さっき開いてなかったよね。お邪魔します。いや怖いな、飾ってある絵が大概怖いな。もうこっから窓や破ってさ、脱出しようぜ。もういいだろう。え、なにこれ。え、なんもなくない。お花関係ない。あ、会議室の鍵ゲットした。やった、鍵ゲットするゲーですね。あ、ここか会議室。お邪魔します。おー、立派だね。入ってる。なんか、え、チェストはロックされています。あー、なんか花を植えるとかいう感じかな、これは。まさか謎解き。お、やっぱそうじゃん。で、これ多分順番に植えなきゃいけないんだろうな。サボテン。うっ、なんで。じゃあその椅子が動くのやめてくんない。明らかに椅子じゃない物音を立てて。 CBAD なんだ。あー、そういうことか。寝室 D。 あー、ベッドの色ね。青。寝室 D 青だから D が青。一番右が青ですね。なるほど、面白い。これはうわ、うまく作られてんな本当に。あいつに出くわさないことを願おう。 C は赤。僕があれ起き上がった部屋ですね。赤が C。 よし、で、あと一つ見ればわかりますね。あー怖い。B が黄色。タンポポだ。うわー、そういうことか。あのベッドの色にも意味があったんだ。B、B がタンポポって言ったっけ。で、サボテン。よし、開く音がした。開く音がしたの。チェストかな。倉庫の鍵、まだ玄関じゃないの。どこだよ倉庫。2階かな。もう生肉がちょっと怖いよ本当に。生肉持って歩くの。あ、開いた。その豚が生き返りそうでさ。何ここ。え、あ、待って待って、あー、生肉置いたんだけど、代わりに、鍵の代わりに。ちょっと待って、しかも音がしてる。来る、来てる。他何も入ってない。これ早く逃げなきゃやばいな。ちょっと待てよ。あ、あ、オッケー。音が止まった。よし、何の鍵？書斎の鍵。どこだ？開いた。ここか。またこういうパターン。ちょ、生肉置いてきちゃったんだけどみんな。恐怖のあまり。どうしよう。え？え？え、首つって、え？え？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょ、部屋の明るさ明るくしていい？明るくしましたけど、あんま変わんないけど、首つってますね、完全に。いや、恐ろしすぎ。いや、なんでこんなにホラーを追求したマインクラフトで。あ、玄関の鍵ゲット。しゃ、ここは開かない。オッケー。あー、そういうことか。首吊りしてたから、なんかあの、板、貼られてたんだ。やった、とりあえずでも、脱出成功じゃね。あー、よかった。え、待って、追ってきた、追ってきた。ちょっと待って、普通に追われてんだけど俺。どこ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 に。ここ行けない。ちょっと待って、左から怖い。俺は右から逃げる。はい、どこへ逃げればいいの。こっち違うね。どこだ。あ、あ、そういうこと。つるはしであそこ壊すってことねえ。最後にどんな。ちょっと待って、これ無理じゃない。早く、あぶれ。ちょっと待って。いやー、もう殴れ殴れ。難易度高すぎー。あれも壊れてるから一直線で行こう。ありがとうございました。よし、で、あ、井戸もある。えー、すげえ。あ、めっちゃ追ってきて、めっちゃ追ってきて。どこどこどこ、何これ。え、あ、こっちか。逃げろ。よし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 。え、ここも壊さなきゃいけないの。ね、なんで最後にマインクラフト要素出してきてんの。壊せない。てか、あいついなくね。ここジャンプすんのかな。あ、行けたわ、普通に行けたわ。よしよし、あ、これ来た道帰ってますね。よしよし、
あーよかった、無事生還できた。絶対に入るな、オッケー、帰ろう帰ろう。あ、必死に走っていくうちに元の場所にたどり着いた。おー、なんか青鬼っぽいちょっと終わり方よかった。唯一分かっていることは、あの館に通じる洞窟がなかったこと。え、じゃあ何だったの、あの館は一体。うわー、すげえ面白かった。ということで、マインクラフトで本当に怖い体験ができる黄昏の館、イエーイ、いかがでしたでしょうか。ゲームクリア。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価としてってね。いいね、マインクラフト、いいね。ではポッキーでした。また次回もこういったホラーマップもしかしたらやるかもしれません。じゃあバイバイ。